ルキー・リザイモンこと岩田健太郎と、今回歴史時代作家クラブ受賞式の映像の撮影編集をやらせていただきました。今までですから工業のムービーを使って撮影してたんですけども、今回はちょっと趣向を変えまして、こういった普通の全体カメラ、ムービー機能なら普通の全体カメラ、そして三脚をつけたスマホですね、この2台を併用しながら撮影させていただきました。わかりますか？こちらが普通の全体カメラ、そしてこちらがスマホですね。もうごく普通の簡単な簡易用の三脚の上につけてます。この2つで撮った映像を併用しながら編集させていただきました。この2つあれば大体もうあれぐらいの映像はどなたでも編集加工はできます。あとは皆さんがお持ちのパソコンで編集すれば、普通の一般の人でもあそこまで直すことは、加工することはできます。私の場合、イラストレーターですので、パソコンは Mac。で、iMovie の機能が中に入ってますので、iMovie で今回この2つのカメラ、デジタルカメラとスマホで撮った映像を加工しながら編集をしました。正面1時間のものを約30分前後にまとめ、さらに会員版として10分前後にまた詰めております。今回、何が大変だったかっていうと、やっぱり音声ですね。喋る人の言葉の音声が、取りやすい人と、それから取りづらい人が多かったからに、マイクの前でもはっきりと声が遠くまで届く方は、もう十分バッチリ、こちらのスマホでも撮れたんですけども、声が遠くまで届かないと、その分、iMovie の中にある音声加工で若干音質を上げたり、ボリュームを上げたりして、聞きやすいように加工をしてあります。映像的にも、実は金城部の前で撮ってますんで、カメラの光が全部反射して跳ね返っちゃうんですよ。で、跳ね返っちゃうってことはどういうことかというと、今皆さんご覧の映像っていうのは、ホワイトのホワイトボード、これホワイトボードなんですけども、白の部分に光が当たって、その当たった光がカメラが吸収して、画像を見てますけども、金屏風の場合は、光が一回当たって金屏風が跳ね返ったまんま、カメラのレンズの中に取り込まれちゃいますね。実は、普通に撮る映像よりも若干暗くなるんです。中加工の時に若干、画質を、レンズを再度いじって、ナチュラルな感じの明るさに加工しました。というか、その明るさと音声に結構苦労しましたね。それで、これからやっぱり、ああいう授賞式でお話しされる作家さんにお願いしたいんですけども、会場でもご覧いただいた通り、もう皆さんスマホ、こういったスマホで写真撮られる方が非常に多くなります。で、中にはムービーで撮る方もおります。で、ムービーで撮るっていうことは、これからはもうどうしてもマイクの前で何を話すか、何を明瞭に喋るか、そして、自分の喉の質、それから言葉がマイクを通してどれだけ相手に伝わって聞きやすいのか、そういった見せるための自分ということに気を使って舞台の上でお話しされるといいと思います。今回練習しててやっぱり北原健三さんや、それから角川春樹さん、それから速水さん、上田さん、もうマイクの前で喋り慣れてるんで、音声全く加工せずにそのまま使わせていただきました。あれぐらいの発声量と、それから話の面白さ、なんかコンパクトに話を詰めるということに慣れていらっしゃる方が、これからこのムービーで、撮られる時代の主役になると思って、まず間違いありません。いろんなところで賞を取られると思いますので、ぜひそこら辺を心配しながら、映像を通した自分がどのようになるかということを、これからお気をつけていただければと思ってます。これはやっぱりフィルムを撮る側からすると、撮りやすい
画面、複数音声があれば、これが売り上げに、自分、皆さん、作家さん一人一人の本の売り上げにつながるとなれば、ちょっと気をつけていただきたいかなと思っております。また、いろいろとお邪魔するかと思いますが、よろしくお願いいたします。どうもありがとうございます。